んにちは、夢挑戦です。今回は通勤ラッシュ、通学も含みます、三大都市圏のラッシュの現状、そしてラッシュの解決策、混雑対策、あるいは緩和方法についてお話をしていきますので、よろしくご視聴くださいね。三大都市圏とは、首都圏、東京圏、近畿圏、大阪圏、中京圏、名古屋圏を言います。皆さんはこの三大都市圏の混雑率のワースト順、わかりますか？2021年度、令和3年度、1位中京圏 110%、 2位首都圏 108%、 3位近畿圏 104%、 そして2022年度、令和4年度、1位首都圏 123%、 2位中京圏 118%、 3位近畿圏 109% でした。国土交通省。混雑率の目安ですが、 100% 定員乗車、座席につくか、つり革につかまるか、ドア付近の柱につかまることができる。 150% 肩が触れ合う程度で新聞は楽に読める。 180% 体は触れ合うが新聞は読める。 200% 体が触れ合い相当圧迫感があるが、週刊誌程度ならなんとか読める。 250% 電車が揺れるたびに体が斜めになって身動きができず、でも動かせない。日本民営鉄道協会より。国土交通省によりますと、朝のラッシュピーク時における平均混雑率は、コロナ禍で2020年度に大きく低下した後、21年度はほぼ横ばいで、2022年度3年ぶりに本格上昇に転じたと見られるそうです。鉄道各社はコロナ禍による利用者数低迷を受け、多くの路線で列車の運転本数や編成の両数を減らすなど、輸送力を削減しました。コロナ禍がほぼ収束し、2023年度も鉄道の利用回復は進んでいます。そしてその朝のラッシュ時の混雑は、人々の健康に大きな影響を与えています。国土交通省の研究発表によると、自動車通勤、自家用車と公共交通機関、電車、バスでの通勤を比較した際、公共交通機関の方が自動車よりも疲労身体的な不調兆候の指標が高いという結果が出ています。混雑率、ラッシュピーク時の1時間に最も混雑する区間を通る列車の輸送力、車両編成数×本数と輸送人員、乗客数に基づいて算出されます。公表データを集計しますと、混雑率ワースト1位は3年連続で日暮里・舎人ライナーの赤戸小学校前西日暮里間で 155% です。日暮里・舎人ライナーは神戸のポートライナー、大阪のニュートラム東京ではゆりかもめと同様、ゴムタイヤで走る新交通システムです。三大都市圏を中心にラッシュの混雑率のお話をしているのですが、混雑率ワースト2位は福岡市を走る西鉄貝塚線の名島貝塚間です。地方の私鉄、失礼が東京都心の JR やつくばエクスプレスや地下鉄よりも混雑率が高く、2年連続というより、2016年度以来混雑率ワースト5の常連路線です。混雑率ワースト3位は JR 埼京線板橋池袋間、混雑率 149%、 前年度4位から1ランクアップしました。混雑率ワースト4位は JR 武蔵野線
東浦和南浦和間混雑率 148%、 前年度3位から1ランクダウンしました。混雑率ワースト5位は JR 京浜東北線川口赤羽間混雑率 142%、 前年度25位からなんと20ランクアップしました。混雑率ワースト6位以降どんどん行きましょう。6位、東京メトロ南北線駒込本駒込間 140%。 6位タイ、広島電鉄東高須広電西広島間同じく 140%。 8位、 JR 中央線快速中野新宿間 139%。 8位タイ、東京メトロ千代田線町屋西日暮里間同じく 139%。 10位、東京メトロ東西線木場門前仲町間 138%。 10位タイ、つくばエクスプレス青井北千住間同じく 138%。 私、夢挑戦は東京メトロ東西線混雑率 138%、 木場門前仲町間7時50分から8時50分で10位ですが、コロナ禍前2015年でしたか2016年かに乗ったことがあります。2016年当時、1位東京メトロ東西線木場門前仲町間7時50分から8時50分混雑率 199% で、前後数年間にわたり1位でした。当時は門前仲町駅近くの親戚の家を拠点に関東遠征、撮影旅行にあちらこちら移動していました。あまり朝早くだと親戚の方にも迷惑だということもあり、朝9時半から10時頃出発して撮影に出ていましたが、たまたま撮影目的の列車の時間に合わせるため7時45分に出発、ちょうど8時くらいの地下鉄に乗ることになったのです。門前仲町駅のホームに降りるとラッシュを予想はしていましたが、それを上回る混雑ぶり。駅員さん以外にもアルバイトでしょうか、押し屋まで出てまさしく詰め込んでいるといった状況なのです。リュックサックを背負い、カメラバッグを肩にした私は怖くて乗れそうにありません。駅員さんだか押し屋さんに一番人の少ない乗車口を尋ね、覚悟を決め大手町中野三鷹方面行きの電車に乗り込みました。混雑率 199% は木場門前仲町間とはいえ、門前仲町から茅場町、日本橋、大手町へと向かう電車です。また混雑率 199% というのは1時間の平均ですから 200% 超えの電車もあります。覚悟を決め乗り込みましたが、荷物の多い私が悪いのですが、露骨に嫌な顔でジロジロ不快な目つきで睨まれ、発車後体が浮いてしまい、足が床につかないまま茅場町駅に日本橋乗り換えの予定でしたが、茅場町で日比谷線に乗り換えました。三大都市圏のラッシュの現状と私のラッシュ体験、大した経験ではありませんでしたが、それをもとにここからは2つ目のラッシュの解決策、混雑対策緩和方法についてお話をしていきます。ではラッシュの解決策はないのでしょうか。混雑対策は、混雑の緩和方法は鉄道会社側としてはどんな取り組みをしているのでしょうか。また国のラッシュに対する方策は、そして我々利用者側にできることはないのでしょうか。鉄道会社側のラッシュ対策としては、列車の本数を増やしたり編成両数を増やすとありますが、最近で言えば2018年
平成30年に完成した小田急福福線化工事といった大規模なものがあります。なんと37年の月日を要したそうです。JR 渋谷駅では2018年平成30年から線路の切り替え工事を行っていて、今回の工事は2023年令和5年11月17日から20日の始発前までおよそ52時間にわたって行われます。乗降客のホーム滞留を緩和するなども含め混雑対策でもあるそうです。東京メトロ東西線でも南砂町駅の線路ホーム増設であったり、ワイドドア車両の導入であったり、ホームドアを改良し開閉にかかる時間を短縮したり、停車位置を数メートルずらし乗り換え客のホーム滞留を緩和するなどの方策が取られています。 JR 東日本では2023年3月から東京近郊エリアで平日朝ラッシュのピーク時間帯以外に利用できるオフピーク定期券を発売しています。東武鉄道オフピーク通勤で飛ぶ5マイルがたまる西武鉄道、平日朝のピークを外すと10ポイントもらえる東京メトロ東西線、早い時間の通勤ほどお得になる小田急電鉄ほか時差回数券の販売、 JR 西日本でも通勤用のイコカ定期券利用で時差通勤でポイントがたまるイコカで時差コという時差通勤ポイントサービスを2023年9月末まで行っていました。次は国の方策です。ダッシュ解決策、混雑対策、緩和方法、国としてどう考えてどうしていこうとしているのでしょうか。内閣府では国家公務員、地方公共団体、民間事業所、学校等に時差通勤通学対策の推進を2005年平成17年2006年平成18年に一部を改正し緊急かつ強力に推進、また国土交通省も運輸省時代から鉄道整備を目的とし多額の設備投資や時差通勤の推進と通勤通学輸送改善に取り組んでいます。ダッシュ対策、私たち鉄道利用者側ができることはいろいろな解決策というか満員電車の回避策、少し無茶な案もありますが何点か挙げてみます。できることできないことありますが参考にどうぞ。早朝に出勤する、有料列車に乗る、有料座席に座る、主要駅に遅く到着する列車に乗る、オフピーク定期券が利用できる時間帯の列車に乗る、始発駅の近くに住む、会社や学校の近くに住む、テレワークが可能な会社に転職する、自動車や自転車バイクで通勤通学する、転職や引っ越しなんてできないという方がほとんどかと思いますので、ささやかな抵抗案として、例えば校舎駅の 2,3 駅手前の駅に自転車を置いてその駅から自転車で向かう、あるいはいつも乗る列車の乗車位置乗車車両を変更してみるといった方法、 SNS で検索してみると空いている車両が分かる場合もあります。例えば東急〇〇線では2号車の混雑が一番マシである等があったり、水上タクシーでの通勤などという秘策もあります。いかがでしたか。三大都市圏の通勤通学のラッシュの現状、そしてラッシュの解決策、混雑対策、緩和方法について、皆さんが考える通勤通学ラッシュ解決策、混雑対策、緩和方法、何か良いアイデア等がありましたら、ア
あるいはこの路線ではこんなことをしている等の情報、またこの動画を見られて感じたことありましたら、コメント欄を通じてお聞かせください。最後までご視聴いただきありがとうございました。Thank you for watching. Don't forget to like the video. よろしければコメント、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。Please subscribe to my channel. 参考引用、国土交通省ホームページ、内閣府ホームページ、JR 東日本ホームページ、JR 西日本ホームページ、東京メトロホームページ、日本民営鉄道協会ホームページ、Wikipedia、東洋経済オンライン、乗り物ニュースでした。